はい、どうも皆さんこんにちは、タックです。なんか LINE ライブやってて、YouTube のコメント欄とか YouTube でもよくお便りいただくんですけど、今日もブサイクですね。目が細いですね。すごい言われます。わかりました、もう検証してやるよ。はい、今日の曲こちら、ドン。YouTuber タックはイケメン or ブサイクアンケート企画。はい、バカらしいよね、正直。結果が分かりきってることをやるってすごい時間の無駄だと思うと思うので、結果が分かりきってることをやるってすごい時間の無駄だと思うので、でもこれでさ、みんなに僕が本当にイケメンだってとこを100人中100人に聞いて満場一致でイケメンの票を獲得したいと思います。じゃあ行こうか、メガネ。ぶっ飛ばすぞお前。ぶっ飛ばすぞ。行こうかもう。株式会社カラフルコネクトタッグ TV。あら、ちょっといいじゃない、もう早速行きましょうよ。うん、あら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 、すいません、ちょっといいですか。僕 YouTuber やってて、かなりブサイクだってすごいライブとかで言われるんですよ。だから、本当にブサイクだかイケメンなのかっていうのをアンケートで書いていただきたいんですよ。あ、ちょっと、アピールタイムしていいですか。アピールタイムしていいですか。アピールタイムをしたいらしいから。アピールタイムしてもいいですか。2つ持ってるから、ミンティア。なるほど、はい、なるほど、あー、なるほど、素敵な、はい、素敵な意見が、はあはあはあ、なるほどね、はあ、ちょっと遠目からかっこいいとこ見ます。あ、書いてすぐ、あ、もう今、3年登録しておきます。あ、ありがとうございます。それはマジでありがとうございます。それはマジで。もうこんなんじゃないですよ、すいません。ありがとうございます。ちょっとあそこの上のハニーたちに声かけてみるよ。さあ、行こうか。僕は、ブサイクはイケメン。和食食べるときでもナイフとフォーク使うから。リンゴ食べるときは絶対コンポートにするし。え？じゃあね。はい、どうも皆さん、 TAKKU タックです。今100人ちょうど終わりました。で、今からもう帰って集計してみたいと思います。おそらくね、パーセンテージ的には 98% イケメンの 2% ブサイクとか、私には高みの花とか書いてあるんじゃないかなと思います。ちょっと、はい、というわけでタックです。もう先ほど帰ってまいりました。で、こんな感じで100人にアンケート取りました。見ていただいていいですか。はい、どうも。あー、もう疲れた。目がチカチカする。投げ。ちょっくしゃくばい、うん、ありました。それ100人取ったからね、うん。なんで今からまだ見てないんで、開いて、さて僕が、ブサイクはイケメンなのか、まあ分かってると思うんですけどね。多分、この辺で線引いた方が良かったかもしれないですね、線的には。で、まあ小の字で書いてって、まあ100ゼロぐらいになると思うんで、やっていこうと思います。うん、じゃあ行きますよ。はい、ちなみにあんちゃんどっちだと思います。俺、うん、絶対ブサイク。あ、言ったな。じゃあもしブサイクが多くなかったらどうします。5万から6万する焼肉屋さん連れてってあげる。了解、やった。明日は焼肉屋。じゃあ行きます。一発で行きます、ドン。トゥトゥトゥ、やった、ほら、ウィーイケメン。やばいやばい、数で、ウリウリ、速攻イケメン。もう序章に過ぎないから、こんなの。はい、まずイケメンいただきました。ありがとうございます。今度行きますよ。ほら、お、ほら、イケメン。マジで？これ割とあるんじゃん、これ。ほらほらほら、もう全員、全員イケメンって書いてるんですよ、どうせ。表情もあるだろ。おい、おい、おい、どうした、どうした、おい。もう連続作業ですよ。もうこんな流れで全部、もうどうせイケメンなんだろう、もうどうせイケメン。わ、うん。まあ、二人ぐらいは、一人二人はいるでしょうからね。ブサイクはね。うん。イケメンですよって書いてあるもん、ほら。ごめんね、5万円。マジで？しっかり通帳を持って出歩くんだな。うれ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 。これすごいよ、これ。イケメンらしが止まんねえから。あー。左寄りのブス。すげえちっちゃい左寄りのブス。え、濃い顔が好きなのでごめんなさい、ブサイクですって。いやー、でもほら、それぐらい。俺はイケメンなんだよ。ただ、私は濃い顔が好きなんですよ、みたいな感じでしょ。それはブサイク。まあ、それはまあ。ブサイク、ブサイク。おー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 。あれ、
おかしいな。なんだこれは、その辺の石みたいって誰が書いたのお前。あ、普通は書くなっつってじゃねえよ、普通です。ちょっと可愛いな、おブスちゃんって書いてある。おブスちゃん可愛い、おブスばっかじゃねえか、おブスばっかだよ。おお、なるほど。なるほど。おお、ブスかイケメンでお願いしますって、わざわざキモいとか書いてくれてるね。キモいとか書いてくれてるよ。おい、よし、よし、ほら来た。イケメン、ありがとうございます。こっからですよ。こっから巻き返しますからね、僕。首から下いいって書いてあるんですけど惜しい何ないって、俺もねえわ俺もねえ、ないてたのないって書いてあるやつ俺もねえよお前、俺もねえよ悪くはないけど、とりあえず長いって聞いてないよブサイクかっこ心はイケメン心配しないでいいって同情してんだよ結局ブスなんだろ。あー、またブサイク、あーイケメン、ブサイクわら後ろ姿がいい、わらわらやかましいわほら、お母さん悲しむよ、ドン、うわーお、うわー、ここに来てもう顎と顔が長いブサイクってやかましいわやかましいわ。お相手が普通って、普通かブスの合戦になってきてるよこれも。はい、ありがとう、はい、ブスブス、二枚使ってブスよ、はい、ブスブス、はい、ブスブス、どうせブスなんだろ次もお前、はい、ドン、はい、ブスブスブス、あのブスブスブス、ブスブス、なんだよ、関係ねえじゃねえかも、なんでゲスってお前誰だよゲスって書いたの。ブサイクすみませんって、もうこういうの一番辛いもうブスって書いてあります。あー、ありがとうございますって、ブスかっこ眉毛って、あー、ありがとうございます。あんまりかっこよくない誰だよこれ書いてある。そうなんや、そうなんや、裏表ありそうおーブサイク、もうやらせなぐらいブサイクだ、ね、ブサイクばっかじゃねえかよお前。ブスわらこいつ腹立つなこいつ書いたやつ腹立つな、グッズ腹立つわこいつ、なんかこの書き方お前めっちゃ腹立つわ、ブスわらって。ラスト、ラスト、超絶イケメン結婚してくださいって書いてないから、 LINE ID とか書いてある最後はっ、はい、安定のブスでーすうわこれはひどいうわちょっといきますよ、すごい、いきますよ、はい、いきますよ、はい、主義の結果こちらになりました、どーんブワーブワーブワーこれはひどい、完全にブサイク、これはひどい、完全にブサイクです、ほぼブスじゃん、うん、完全に完全なのブサイクですね、18対82。世の中の男性諸君、今回の件で分かったのは、女性は本当に表情とかじゃ分かんない、思わせぶりが非常にうまいという生き物です。はい、ということで以上がタックの街角100人アンケートの、タックはブスなのかイケメンなのかでした。じゃんじゃん、はい、オッケー、いや、そらブスだ、そらブスだわ、ブスや、いやしょうがないね、裏表ありそうってねえよ、裏表ねえよ別に、バレてんじゃない裏表あるの、え裏表あるのバレてんじゃない、ねえよねえわたまにあるじゃん、全部片付けろって出さない、おめえ片付けろよおめえが片付けろよもうお願いします、もう帰って寝ますわ俺、ちょっとめんどくせえおいチャンネル登録